はい、こんにちは。アフンディです。さあ、皆さん、オフっていうゲームを知っていますか？やっていきましょう。こちら、フリープレイです。このゲーム中には警告なしにショッキングなシーンが登場する可能性があります。ショックを受けるかどうかはあなた次第ですが。はい。楽曲と効果音抜きにはオフというゲームは語れません。ミュートでオフをプレイするのなど、軍の誇張です。つまりあれですね。なんか、ちゃんと音も聞け、という。エンタイアネーム。よし。皆さん、こんにちは。どうも、はじめまして。アフンディです。どうぞよろしく。あなたの名前はアフンディ。間違いないですか？はい。私は男性です。結構です。ようこそ、アフンディ。あなたは、バッターと呼ばれる存在の操作を任されました。この中央にいる人が、バッターかな？バッターは、必ず果たさなければならない重要な任務を帯びています、私たちはこれよりゾーン0にあなたを送り出します。では幸運を祈ります。他に知りたいことがあればジャッジを見つけて聞いてください。なるほどね。ゾーン0というところを探索するみたいですね。探索するかどうかわからないですけど、オフということでネットに転がってました、このゲーム。俺の体を動かすには、キーボードの矢印キーを使ってくれ。わかった。周りの見たものがに何かしたいときは、スペースかエンターキーを使え。なるほどね。操作性があまりよろしくない。ゾーン0。聞こえるこの水みたいな音。なんか来た。ゾーン0には、どんな生命も存在しているはずがない。はい。故に君は私の空想が生み出した単なる虚構に過ぎないはずだ。そうに違いあるまい。はい。そうであろうと名乗ることはしておこう。あ、ジャッジ、さっき出てきたね。ジャッジ。親愛なる君の名に、好奇の念が湧いて仕方ないな。曖昧模子たる対談者殿。俺はバッターだ。あ、これはあれですね。自分ですね。今喋ってるのはバッター。神聖な任務を任されている。それはちょマジ俺黒人なんだけどさ、日本語ちょっと難しくね。しかしながら君にかけた言葉ではないの操り人形よ。話しかけたの人間人形の操り手。つまりバッターの操り手は私アフンディってことですね。君の名はなんていうのだね。人形師殿。俺の名はアフンディ。俺たちと会話することはできない。ああ、なるほど。だが彼は起きるすべてを見ている。見てますね、私が今。起きるすべてを聞いている。はい。君たち二人、バッターとアフンディのコンビなんですね、これは。なんか、自分自身に問いかけられているようで。この開口を喜ばしく思っていると言わせていただくよ、親愛ならアフンディ。俺たちにはどうしてもお前の助けが必要なんだ。知っての通り、私の助けを必要とする人間は多い。誰もがみんな猫が大好きだ。はい。あ、ごめんなさい。今ちょっとキーボードが。我々は人々の足元へ身を擦りつけ、もっと必要なやり方でゴロゴロ喉を鳴らしている。みんなそうしてほしくて仕方ないのさ。そんな手助けについて話しているんじゃない。なるほど。ということは？しかし、包容とした霊的存在に対して私はどういった種類の奉仕を申し出ればいいの？ちょっとなんか、フリープレイだからやってみたけど、なんか難しいゲームだな、これ。俺は必ず成し遂げなければならない神聖な任務を任されている。俺は世界を浄化しなければならない。はい。世界の浄化がバッターの使命。賞賛に値する比類なき志だな。いいだろう。それが君の助けになるというならこのエリアを通り抜けるガイドとして君に使えようではないか。ジャッジが仲間になりましたね。爆速で駆け上がっていったけど、とりあえずジャッジを追いましょう。どこ行ったジャッジ？他のとこも行けんのか？幸運のチケットを見つけた。正直打ち明けると、私は君のことを触れられるほどはっきりとした、奇妙な幻想だと判断していたのだ。どういうことだ？実際君は血と肉からなる生き物で。でも、ジャッジの空想、虚構みたいなこと言ってたよね、さっき。ああ、そのはずだ。ということは、今に至るまで私は誤解していたのだな。私が自らの思い違いに騙されている間、君は一度として私の邪魔をしなかった。これは奇妙であると言える。というのも、君は私がここで会う機会を得た。本当に最初の聖ある存在だからだ。
実のところ私はゾーンゼロを空虚な地であると結論付けていたのだ。空虚な地、うん、無論誤解していたわけ、誤解していたということはゾーンゼロは空虚な地ではない、つまり何か物質的な何かが存在するという。とはいえこの世界には他のゾーンも存在する、はい、そういった領域では敵を持った個人によりこれ以上なく、あ、なんか敵が出てくるっていうことだな。君が担う神聖な任務はおそらく君をいくつかのそういったゾーンへ導くだろう。暴力的な 対立に関する技能について手ほどきをしてほしいかね。戦闘中だけで受けれましょう。うおびっくりした。浄化進行中、戦闘を浄化というんですね。戦闘画面にはこのようになっている画面に注目すれば君自身画面の右手側にいることに気づくだろう。いかなる状況においても君の敵者対者、つまりこの場合は私だが、さてあと少しで準備が整う。これが進めば君はその輝かしき任務の達成を、拒む、ん、あらゆる不条な障害を打ち砕けるようになる。ふむ、もしかして君の知性は無垢な猫をバットで殴ることに関する火の打ち所のない採用。あ、もうちょっと何言ってか分かんねえよお前、もっと簡単な言葉で喋れ。アフリカの人にも分かりやすいように、うん、あれなんですけどね、日本育ちなんですけどね。この段差があるから右の宝箱取りに行けねえ。なんだこれ。まあちょっと上登っていきましょう。上へ上へ。あ、なんだこれ。これはジャッジだね。ああ、そうとも、ここを通り抜けるためには、君の知的機関を用いる必要がある。わかるだろう、君の陳腐な、当該の中でだらしなく液体に浸ってるって、こう脳みそって言え、ちゃんと。ここに浮かんだブロックたちと壁に描かれた記号たちは何、な、はいはいはい、何ですか、どういうこと。あ、これボタンか。1、2、順番通り押していけばいいのか、これ。オッケー。なんかアンダーテールに似てますね、この謎解き要素。どういうこと？あ、なるほどね。1、2、3、4。次ここか。6、8、2。こういうことでしょ。ああ。マジ IQ 低い俺。ははこれで最後だ。この骨折りが全て終われば流行る思いで待ち望んでいたものが手に入るぞ。なんかキャットフード食ってますね。バリバリもぐもぐバリバリ。これは関係ない。なんだった今、銀の肉？銀の肉、 CP をそこそこ回復する。まあ、ちょここ、あー、これだね。どういうことだったか。448827C、 あー、そうかな。
うん、これでまた総当たりすっか。間違えた。あ、来た。ほんで、次は？またミスったら最初からか。違うね。なんか矢印で移動するの疲れる。お、来た。全部これだったけど、あ、いたいたいた。これは何だったんだこのパズルは。意味がわからんかったな。なんかパワープレイで解いてしまった。お、さて、これからする補足は君の浄化の旅の中で特に役立つことになるだろう。理解ある生徒にして身のこなし軽やかな友よ。これはキューブだ。君も気づいているだろうか。宙に浮いている。他にも似たようなキューブはあるが、このキューブと見分けることは可能だ。はい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 、はい、外見だけで判断を下すのは早計だ。酷評せざるを得ないが外観を持ちながら、それでもなおこの赤いキューブは火の打ちどころないほど便利なものだよ。このキューブは君の HP と CP を完全に回復する上、そのままであるんだ進展を保存することも可能だし、君を虚無へと送ることもできる。虚無へと送る。虚無とは世界の周りを移ろい流れる空間だ。その中で君は一つの地点から一つへの地点と光の速度で旅をすることができる。ちょっと意味わかんないですね。翼を広げろ、我が親愛なる同期を。一刻も早くここを離れて次のゾーンへ向かうのだ。ためらうな。唯一の敵は君を捕らえんとする恐怖だけだ。敵は恐怖。心配は無用だ。私は数えきれないほど様々な世界のゾーンを旅してきた。へえ、冒険してるんですね。我々は間違いなくいずれ再び出会うだろう。ああ、それはそうと。これを持ってきたまえ。この興味深いオブジェクトは君をゾーン1へと導く鍵となるだろう。はい。獅子座のカードを手に入れた。OK。セーブしましょう。ブロック1。え、これ何？え、虚無へ戻るでいいの？ワールドマップ、ハテナ。これが虚無？え、なんか誰か喋ってる。誰か喋ってる。え、もう恐怖、もう恐怖。クソ怖え。え？クシュクシュクシュって聞こえる？これ。ゾーン3。あー、ここがゾーン1な。獅子座のカードで入れるのね。え、すげえ怖かった。今んとこが一番怖えや。ってことでやっていきましょう。ゾーン1、獅子座のカードを使って入ってきました。